変態です。やらすな。俺を一生懸命やってんねん。んでねえ。はい、皆さんこんにちは、高橋久典です。本日はですね、なんと駒大ジャイアンツ、DeNA ベイスターズの大先輩でもあります、中畑清さんにお越しいただきました。ありがとうございました。と言いながら、大遅刻してんだよ。いやいや、違うんですよ、違うんですよ、違うんですよ。何時間のまでまた行くか。いや、どういうことなの、ね、もうこのお家が立派すぎて、どこだか分かんなかったんですよ、もう。しかも一回来てるって。前回あんだぞ、お前、前回。いや、でも前回あっても、もう30年近く前ですから、僕。俺ん家がさ、どっかに引っ越したとかさ、はい、そういうならいいんだけど、ここに実際来てんだからさ、それを何時間もかかるか。何時間はオーバーだからね。失礼しました。もう掘りごたつだったんですよね、昔。30年ぐらい前は、ここが。で、あそこで多分、なんかいろいろ対談されたんですけど、長さんにこうバッティングのことを聞いて、長さんが熱くなって、なんか立って、掘りごたつの上のところでやりだす。おー、長さん、いや、落ち着いてください、落ち着いてください、みたいな感じになった記憶があります。落ち着いて、お前、そういう言い方やめなさいよ、お前。もう暴走族みたいな感じ。ほとんど俺、うちに呼んじゃうな。変に周りに気を使ったりなんかしないで、はいはい、字でいけるじゃん。はい、あ、もともと字でいってるから。中畑さんは久々にとって大学、巨人とか DeNA でも、うん、本当にもういろんな大先輩となってることですもん。中畑さんから見て、久々さんの印象っていうのは、まあ、キャラクター含めていかがですか？異質のキャラクターを持ってたよね。やっぱり駒澤の選手って結構異質なところがあるのよ、キャラクター的に。はいはい、普通じゃダメなんだよ。普通じゃ何でも面白くないし、はいはい、どっかプロっぽいとこっていうのは、はい、個性っていうのかな、キャラクターで、あ、久はこういうタイプだよなっていう。だって1年目からケツ出さないよ。判決事件はインパクトあったもんな、あれ。おお、俺の後輩だみたいなさ。長谷さんのおかげですから、ああいうことができるようになるのもね。いやいや、全部俺の責任だよ。大先輩の。俺が変態みたいだよ。でもそれがね、他の連中と一風変わった雰囲気もあるし、成功する人間ってのはね、他の連中と比較したとき、やっぱこう変態だよ。思わせるような部分がどっかにないと。長谷さんもそれ自分自身も感じてるんですか？変態だなっていうの、自分で。いや、変…あるな。いや、これは俺の真似できないだろうなって、はいはい、他の連中はなっていうね、はいはい、そう感じる時って、はい、人間で68で生きてきて多分に合うな。変態です。やらしいな。いや、こんなね、ノリのいい60何歳いないですよ、ね、ところをこう開けといてくれるんですよ、こうやってバカン。だからさっと入ってきて、お話をね、できるんですよね、だから。何言ってんの。やべえ、褒めすぎたから、俺。演出の仕方。そういうの。そういう配慮をするな。あ、まあ、そうですね。で、自分が、そういう時になった時にさ、うん、偏屈な親父みたいな人がいたらさ、喋りにくいし、会話になんないじゃん、成立しないじゃん。それよりもさ、どうせ会うんならいい会話したいし、そういう時間帯を作ってあげたいなっていう配慮はするよな。だからいい監督なんじゃない？いやいや、本当に。話はそっちかい。いや、ありがたかったですよ、でも監督とね、監督と僕選手だったんですけど、なんか、まあもうね、ベテランで、もう成績自体も全然何もね、力になれなかったですけど、いやいや、でもやっぱり、あの時の失敗したなぁ。今反省するのはそこだな。はい、下の勝ち投手が権利があって、あそこでポーンと変えてあげることができれば、あまりにも状態良かったんでさ、間違いなく巨人戦が完封してくれるんじゃないかと思うぐらいの状態な、出来が良かったんだよ。それが6点、7点入った瞬間にコロッと変えた。ガタガタっていっちゃってください。ガタガタって3連発くれた。バカじゃ起きたな。おいおいおい、大丈夫か大丈夫かみたいな。久典さんが現役最後の DeNA 移籍を決めたのは、うん、中さんから熱心に誘っていただけたからだとお聞きしたんですけれども。うん、彼がほらアメリカ行ってる間でも、うん、もうお前ぼちぼち帰ってこいな。俺も監督が長くないから、助けがいる、しかも左手はいなかったんだよね。うん、一番いい戦力になってくれるかなと思って、で、下に電話したりさ、なんかして、まだ僕、こっちでやりたいんで、まあ、そろ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 そうなんですよ、だからここで帰ったら、中途半端になっちゃうななんていうふうに思ったんですよ、だから、長さんのこの気持ちは嬉しいんですけどっていうところで、そう、あと1年やらせてくださいという話を長さんにして、で、まあ、1年後にね、またこうやって長さんに声かけてもらって、どうだいさっていうんで、じゃあ、
ぜひお願いしますという話をねしたんですよね。なあ、あと1年2年早かったらな。そうですね、あのいい思いさせたかもしれないな、俺にいやもう少し変わった形で、ファンの方もそうだと思うんですけど、なんかベイスターズで僕何もできなかったんですよ。だからね、それをやっぱり長谷さんにも本当に申し訳なかったし、ファンの方にね、ベイスターズファンの方にも申し訳なかったなというふうに思うんで。でもいいチームにはなってきた雰囲気はあったな。そうですね、明るい球団で、うん、盛り上げた結果がなんか今の形になった、うん、そうだな、はい、お客さんとともにファンとともにというね、はい、本当にそのチーム作りができたんでね、うん、毎試合満席になってるスタンド見れたけどさ、はい、めっちゃ嬉しいんだよおい DeNA ってこんなになったのかよくスタンド見てた。よく確かにスタンド見てましたね。中島さんがそうじゃない。そうですね。今日入ってるのお客さん入ってるの雨の日なのにさ、こうやって見るからな、あの人。なんでこうやって見るのわかんないの DeNA 監督時代ってやはり監督の面でも苦労はやはり耐えなかったですか。全然。全然楽しかった。勝てない時は勝てないよでも勝てないようにやってるつもりは一つもないっていうね、その姿を見せ続けることがメッセージを送れるかどうかっていうのは大事なのよ、うん、諦めてる姿を見たら大体わかる。そういう姿を見せたらプロは終わり、うん、でその責任っていうのを俺はみんなに最後の最後まで諦めない野球やるんだぞっていうことはね、ずっと言い続けて4年間、うん、球団の内部自体もどんどん変わろうとしてましたよね、長田の時。これから我々の新しいチームを作っていくんだっていうね、そういう意気込みがね、合致しちゃってたから、現場もフロントもすごく良かったの。本当にコミュニケーションってよく取れてたから、喧嘩もしたよと、その分、ダチョウとどれだけ喧嘩してよかったか言ってんでもないから、俺は一生懸命やったのに、ただ、ただけにすんだよねって言ったら、負けたらただにしますとかさ、そんなアイデア出してくるんだよ。いや、奇抜で面白いんだけど、でも現場にしてみたらさ、いくら頑張ってたら叩けはねえだろ、お前どれだけで叩けはねえだろ、でもすごい正面向いて、なんか球団と現場をこうなんか長さんがこううまくこう繋いでくれたっていうか、すごくそれを感じましたね。最終的に長さんと一緒の年にもう僕辞めそうだな、僕が長さんにあの引退します、ありがとうございました、2年間何もできずにすいませんでしたって言ったら、長さんがよしさ、俺も辞めるから就職活動一緒にしますそこでもこう笑いを取ってくるのみたいな、そんなとこでも来なくていいのに、僕ちゃんとなんかお真剣にやってんだけど行こうっていうような、なんかそういうね感じで来てくれたんで、もうなんかちょっと笑っちゃって、なんかあこんな感じだったらよかった、こうなんか長さんに早めにこうね言っといてっていうところだったんで、人生のさ、はい、流れとかさ、そういうのはまあある程度読めるじゃない、はいはい、で覚悟っていうのもあるし、うん、ここの潮時だっていうのも自分の中にあったしね、うん、でたまたまお前の終わりと俺の終わりっていうのがね合致してんだと思って、はい、うん、全然暗くないの、俺辞めるって決めるの自分で決めれるんだから、あ、まあ、そうですね、それ幸せだろ、ね、監督としてだったら普通クビなんだから、でもあえて再開になってしまったっていうね、うん、夏まで知りだったからな、そうですねでさ、俺はあの時にさ優勝すんだよ思ったのよ、その時に 続投要請あったんだ、あ、そうなんですか、うん、飯一緒に食いながらさ、南波さんだって言うとね、で、南波さんに俺言っちゃったんだよな、あの時な、この勢いっていうのは本物じゃないと思うよだからその気になって続投っていうけど、最後の結果っていうのを待ってそれから話した方がいいと思いますよって言ったら、その時にちょっとあれよ、あれよ、マジであれ、でもあれ面白いよな、ちょうど5割で試合だったんだよな、あの場所の人も、うん、あの交流戦があったからなんだけど、まあ、あそこで一気にガーンと落っこっちゃったから、うん、5割死っていうのは今までなかったんじゃない、めっちゃないんじゃないの、そういう奇跡があって終わってみたら再開っていうね、うん、面白いシーズンだったけど、これだけ あの期待を持たせて、それで結果的に再開という、姿を見せた時にやめなきゃいけないなというね、誰かしらやっぱ責任を取んなきゃいけない世界だからさ、やめる格好がついた時に久々も一緒になってやめますって言う、おお、俺と一緒だ明るくやめないで、いやいや、そうですね、なんか引退だからやっぱこっちは暗く、ね、なるのに、長さがこういう感じなんでバーンって来たから、こうなんか暗くなってもしょうがないなっていうね、なんかそれをすごく感じました、ね、でもお前らしくていいじゃん、いやいや、まあもちろん、何にも聞かれてないのに長島さんに顔見るたびに絶好調だぞ、わかったよ、お前いいか、バッティングバッティングはな、中
橋さんのさまざまな伝説や逸話がまことしやかにささやかれてるんですけどもそんないやいや自分で言ってる自分でささやいてるよ代名詞でもある口癖の絶好調というのは長嶋監督のきっかけというのは本当なんですか？きっかけは長嶋さんが今日視聴者どうだって聞くからきっかけはそこで、でもその時に俺がたまたまママですってこう普通絶好調なんて言い方しないだろうな、うん、自信のない塊なんだから野球やってるから絶好調するなんていいやついないんだからな。それを見てて土井正道さんっていうさ守備コーチがいたんだけど、土井さんが直球するちょっとか言ってさ、呼ばれて、お前がミスターが調子どうだっつってまあまあですなんて選手絶対使わないぞお前絶好調って言ってくるねって言われてさそれ言われてからもうすごいんだよ俺何にも聞かれてないよ長嶋さんに顔見るたびに絶好調です絶好調ですっつったらこれ本当だからうん分かったよお前いうぐらいねアピールしたっていうのは、うん、なんかそのアピールで、うん、やっぱりサードのレギュラー取ったっていうのもあるんですか？いやいや、チャンスをもらいたい。あ誰よりもチャンスをくれたし、代打でもそうだしさ、うんうん、もうみんな代打ってほら、言われても手を挙げたりするやつなんかいなかったから、うん、俺は二つ返事で、はい、はい、僕行きますそういうアピールされると、もうそういう行動する人が大好きだったからな、中島さんもな。だって俺監督になった時に、もうやっぱりそういうタイプの選手、うんうん、使ってみたくなるのよ、うん、で他の選手よりもチャンス与えたくなるしさ、こいつなんとかボールにしてあげたいなーってね、母性本能をくすぐるっていう、ねうん、アピールの仕方を教わったんだよね、うん、でこの絶好調でどれだけ俺助かったか分かんないし、野球界に残れる最高のプレゼントもらったなっていう、うん、だってもともとある言葉じゃん、ね、絶好調ってそれは俺の言葉だったから確かにでも長さんが絶好調って言った時にあれインパクトめちゃくちゃありました、ね、僕らやっぱりまだ少年じゃないですか、うん、長さんが絶好調ダダダダとかってダダダ絶好調僕ら真似しましたもんだってあれ小さい時漫画のサブシ君にはさポールの上に上がって月に向かって絶好調ってポールに登ってお前その一番上でさ叫ぶかお前、はいはい、それが本当に中畑ならやりそうだなそういうイメージを持たれるようになっちゃったからさだからイメージってすごく大事だよな。そうですね、俺も絶好調なイメージは永久に不滅だな。いや本当ですね、そういう意味だな。本当にもう絶好調って言ったらもう長谷さんっていうね、うんうんうん、そんな中崎さんもスランプの時は、うん、風呂場で裸の長嶋監督に熱心に打撃指導を受けたという逸話、うん、これ本当なんですか？これも実話ですよ。あの人ほら調子の悪かったりさ元気のない選手見たらもう黙っていられないタイプだからさ、うん、俺チャンスに打てなかったりなんかした時に監督一番風呂入るじゃない、その後にこう入っていってさいい顔できないじゃんちょっと落ち込んでるさ反省してますみたいな感じになってるどうした教師元気ないぞって声かけてくれるんだよ、うん、すいませんチャンスに打てなくてお前がチャンスに打たない当たり前だろその風呂場の掛け合いがね、いや嬉しかったな、やっぱりそれでかけてくれてさ、それで振るったまんまだからね、アドバイスが。そこでもう、いいかバッティングバッティングはな、来たボールを打てばいいんだおっしゃる通りもう何の疑いもないです、うん、これそうシンプルなベストなんだよな、うん、その心境で、本当に普段の練習通りのスイングをしなさい、うん、体全体使って振り抜きなさいっていうね、そのリズムを気持ちを伝えてくれるんだよな、うん、スランプに陥ってるとかさ打てない選手っていうのはね自分のリズムを一つも見失ってんだよな、手打ちになったりさクソボールを打ちに行ったりさ悪い方に出るんだけど、うん、その姿をやってるうちは打てませんよ、シンプルなベスト、来たボールを打つんだっていうね。長谷さんじゃあそのお風呂場でしか、うん、いやいやそれは普通もあるよあるんすか出なきゃ教えないなんてそんな人いないだろお前、うん、ミスターなのあるかないや球場でもうやっぱり長嶋さんのところに僕らはやっぱり行けなかったっていうのもあるんで、いやいやみんなそうだよ、そうですかやっぱり長嶋さん自分たちからこうどうですかねとかさ、うん、聞けるわけないよ、はいはい、長嶋さんたちでもやっぱそういう風 なんか長さん今でもそうだよ。あそうなんですか、ミスターって呼びたくてさV ナンの選手たちがさ監督じゃなくてミスターミスターって言ってんだよな、はいはいはい、あの言葉って本当にね、うん、憧れてたんだよ、かっこいいですね確かに俺から見たらずっと一生監督じゃない、はいはい、監督は監督じゃない、うん、でもミスターって一回呼びだと思ってさ現役終わって辞めて56が一緒になった時にさ、後ろからこうついて
ミスター、聞こえた。どうした聞こえた。でもそれでももうなんだミスターじゃねえだろうとかは言わないですね。言わなかったそれがね、すごくホッとしてうわー呼べたと思って、うん、今日握っていただけますかお前とかみたいな。久保さんも初めて会った時オーラすごかった。僕はドラフトで入団会見の時に長嶋さんに初めてお会いしたんですけど、うんうんまあなんかパッと入ってきた時になんかほんとふわーっとすごいオーラが空気変わるよな、まあ、空気が変わってこう熱っていうのかな体温じゃないんだけど熱量っていうのをこう持ってんだよな。そうですね、周りにさーっと、ね、広がっていくんだよね、明かりと熱、うん、熱そのものがこう、うんうん、広がっていくんだよ、ね、なんかオーラがこうなんかよく上に立ってるとかっていう人いるじゃないですか、うん、もうまさしくそれで、うん、なんかちょっとあちょ眩しいなっていうような、うん、そんな感じなんですよね、うん、そうそうで僕らはユニフォームでなんかこう入団会見やってたんですけど長嶋さんスーツでパッと入ってきた時に何このかっこよさみたいな、男がやっぱり憧れるなんかこうオーラをまとってるっていうんですかね、なんかそれがかっこいいんだよな、めちゃくちゃかっこいいんですよ。喋んなかったらずっとかっこいいと思う。長嶋さんもですよ。自爆です。サムイさんが知る先輩中畑清さんの伝説だったり逸話みたいなものってあったりしますか？駒大に僕入って2年か3年の時に青森キャンプっていうのがあって、で中畑さんと西合さんかなが来られて、でわーってやっぱ野球のこと教えてくれるんだろうなと思って、中畑さんのこと僕ずっと憧れの目で見てたから、やっぱ巨人ファンだったし、で見てたら夜しか来ないんですよ。夜にパッと入ってきて全員で食事するとこでこう歌う前から歌自信あるから歌歌ってでそのままそのまま帰っていっちゃったから「え中畑さん何もしないで歌歌って帰っていっちゃったよ」みたいな。まあねその時、まあ、お時間も忙しかったんだろうと思うんですけど、青森まで来て歌歌って帰って歌うみたいな、その時だその伝説はありましたよ。覚えてます中畑さんそれ？いや覚えてない。覚えてないだってそんな流れ考えられないよ。お前後輩の前でさ一曲歌って歌ったらお前帰っていくんだ。いや本当です。メシェさんに長さん、うん、お前も歌えとかって言って、メシェさん歌わなかったんですよその時。あそう。で長さんだけ歌って2曲ぐらい歌って帰ったんじゃないですかね確か。アンコールなかったのか。なかった。僕は多分初めて長さんにお会いしたんですよ。なるほど。あそうです。そうです。はい。それだったらおそらく喋るよりもこういう人間だぞっていうことを先にアピールしたかったのかな。あなるほど。その方が後々話しやすくなるんじゃないかなという、まあ、そういう配慮の仕方だったかもしれないな。もないで、ね、でもツンパがふわっと明るく長さんがこうなんかいろいろこうかまして、うん、かましてっていうかまあいろいろ話して、いきなり歌ったのか俺歌うからっつって歌って帰っていくっていう。ああそうだろ、はい、いきなり歌ったのか。それはないですけど、お前、はい、前振りあったと思うよ。そういう空気を作るのは俺は嫌いじゃないんだよね。そういう時はこうお歌は何を歌われることが、まあ、演歌でしょ。あなるほど。ほぼ新しい歌を歌っても全部演歌になるんだよ、はい、で藤回しとかね。確かにうまいよ。いや本当うまい、本当うまいよ。本当にうまいだよ。歌詞とかでそっちのね、まあ、エンターテイナーとしての方に行っても間違いなく成功してたと思う。まあそう言い過ぎたからまた。いや後で歌ってもいい。YouTube のチャンネルで誰かこういろんな方出てるじゃないですか、うん、いろんな方の、うん、歌歌って終わったっていうのはないですか？YouTube じゃないだろうな。ないですか？最後歌歌ってもらって終わるっていうのと、はい、俺帰るからすぐ。俺も帰るわ。俺んちじゃねえよ。こっちこそぜひ。午前中2時間ぐらいの特集を受けて、はい、喧嘩だよ。朝から喧嘩だよ。ミスターとお前ちょっと仕事はけしかけてやると思う。中畑清さんが絶好調でもきつかったとおっしゃっていた地獄の伊藤キャンプにはさまざまな事件簿があったとちょっとお伺いしたんですけども、うん、やはり地獄のと名が付く通り壮絶なキャンプだったんですか？人として憩いの時間帯がほぼないというね。ああそうなんですか、うん、そういう感覚を一回も感じなかったな1ヶ月間。へえ、あれ、うん、秋ですよね。秋のキャンプ、あの頃はあんまりなかったから、そういうの、うんうんうん、もう10時以降起きてるやつ誰もいないから、もう次の日の朝が怖くて、いやうわー、もう
あ、また今日始まる起きた瞬間に松本かな、うん、あれあいつがスイッチ切ったになるきっかけを作ってるあのキャンプだったんだよな。あいつがカンカン200球ぐらい打ってる音が俺たちの目覚ましだったんだよ。地獄の伊藤キャンプって言われてる練習のまた倍やったのが松本なんだ。それで3割も打ったりした、うんうんうん、スイッチ切ったんだってね。そのきっかけを作ったキャンプだよな、はい、みんな野球人だったあの時の連中が一人前になれた原点は伊藤キャンプがなかったら長さんが駒台で練習してたもんじゃないです、うん、長さんたちの時代の、ね、駒台 の、うん、の練習量も半端なかったんですよね、うんうん、それ以上ですか。あそうやって言われるとな、はい、駒さんも練習もそれはさ、いやしんどかったです。練習の質も含めてな、はいはいはい、伊藤キャンプだけどね、その息つく暇がないっていうさ、アマチュアの時はさ、なんかどっかでごまかせとか、はいはい、あの伊藤キャンプはね、みんな言うと思うよ、隙がなかった、手抜きもできなかったし、うん、何かしらやってんだよ、プロ入ってたって、プロの中で鍛えたりなんかしてんだから、本当ですか。それとトレーナーがついてさ、へうん、疲れも取るし、トレーニングもなるというね。9時頃から始まってて午前中2時間ぐらいの特集を受けて、はいはい、2時間だよ今30分受けたら長い仕事とか言われる仕事みたいな2時間マンツーマンだよほとんどお前喧嘩だよ朝から喧嘩だよミスターとお前ミスターにね本当にねもう取れる打球なんかほとんど打ってくんないから取った時の喜びな取ったこれはあのバコーンってさノッカーの長嶋茂雄に向かってこの時のコントロール俺いいんだよ普段悪いのにさミスターがうわーって避けるねああいうやり取りっていうのかなもう その空気の中に入れたっていうさうんそれが財産だよな、はいはい、なるほどミスターのノックっていうのはもうすごかったですか、うん、もう血の這うような打球を打つのがうまいんだよ、うん、うまいですよねうまいのノックでそれに対して手を抜いたような追いかけ方したらまだ許さないんだよ、うん、なんだ今のはって言ってさ、うん、それに対してまたこの最高のダイビングをしたりさ、うん、これでもいけないっていうね姿までやんなきゃダメなんだよね、うん、それが一球一球だから全球に対してそれを継続して続けていくわけ2時間、うんそれが午前中長嶋さんもじゃあずっと打ち続けるのすごいよそうなんですかすごかった、はい、ほんと元気だったよなそんなミスター長嶋監督なんですけども朝の散歩で楽しいムード作りのために長嶋監督がおならをして和ませていたというのも、うん、これ本当なんですこれメルディがいいねある人もポッポッポみたいなその後にうん誰だ今のこんな緊張感のある散歩してるのに散歩で緊張感ないそ, れその時じゃあ全員で全員分かってるんだあ全員もうだってそこしか音がないんだあなたしかいないでしょみたいなさそれでうんだった今だってさ責任転嫁させるようなさ行動をしてまたそれで爆笑を誘うという、うん、で一番苦しいスタートだけど、うん、それで空気を変えてくれるというのかな逃げ場で変えてくれる僕の伊藤キャンプが一番中田さんがこう印象残ってるとか覚えてるのがあったりしていやそれも最後のなんだよね大事件だよねあれ篠塚は一番中島さん何言っても許されるような間柄みたいな感じがあるちょっと篠塚はけしかけて言いながらしてやろうと思ってキャンプの終わりだから最後だからさでババロダイだってすごい急斜面の中を一気に上がってさ帰り降りてくるというね一周するのに大変だったんだけど、はい、最後はもう5周10周できるぐらいところまで体出来上がっちゃったからね絶対このコースを走らせてやろうと思って篠お前ちょっとけしかけろってかっこつけてさ腕組んでこうやって見てる監督に向かってさ後ろを向きながら篠がもろで聞こえるように何かっこつけてんだよ腕なんか組みやがって自分で走ってるよねよ本当に言ったんですよお前俺そこまで言ってないよみんなビビっちゃってさえ篠さんなんですか篠が、それ言ってさでもろにねピーンと来たんだろうな、はい、そういう雰囲気に乗ってくれるなにこれは手につばポンポンって言うときに見とけよこれってさギューって一気にすごいスピードでスタートしてさ登ってって、はい、で見えなくなったんだよ全然帰ってこないんだよおいどうしたお前
ミスター帰ってこないよ監督ってさ言って、そしたらね20分以上かかったかな。もう本当に可愛かったっていうかさ、もう俺ケツ割れなんてもんじゃないんだよ、もう下半身ダブル感でいっぱいあったんだよ。それをよろ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 しながら帰ってた時にさ、おっ俺のケツ割れしてんだおいで、そこからみんなで長島ってこういうやつ長島ってさ、今度また変わってさそれでゴールインしたってね。その時に初めて長島信用とこう同じ、目線になったかなと思ってね。あのやり取りした時長島コールとね、あの篠塚のやってみようよ篠さんがでもそんななんか言うイメージないじゃないですか。逆になんか長さんとか、ね、原監督とかが言うのかなって思ってたんですけど、いやいやそれをねやらしたことがやっぱり大きいんだ。あなるほど、死ぬでなきゃあの空気を作れなかったし、俺らが言ったんじゃさそんなにノリは良くなかったから、なるほどね、篠塚が言ったからあの空気が出来上がって、はい、最後に長島ホールで締められた。だから本当の地獄のキャンプはあの一瞬でなんか報われたみたいなさ、一つになれたっていうね、そういう時間帯だったね。面白いななかなかあの僕間近でこうジャイアンツの昔の話ってあんまこう聞いたことないんですよね。ただやっぱり伊藤キャンプの話はきつかったきつかったっていうの聞くんですけど、こういうなんか伝説みたいのがあんまり聞いたことないからめちゃくちゃ面白いです、ね、熊谷の伝統って言ったらやっぱりなんだよね。はい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 、それは中田さんたちが作ったんじゃないんですか。僕そう思ってるんですけど、バーン俺はね、そういうの大嫌いだから基本的には駒大先輩後輩の2人が語り尽くす衝撃駒沢大学伝説という学生野球界でも伝説級の厳しさを、まあ、当時誇られていた駒沢大学野球部で鍛錬されたお二人だと思うんですけども、今だからこそ不思議に思う駒沢大学ならではの伝統なのちょっと諸々お伺いできればと親指を後ろに隠しておいて S って言って、ああ下ろす時も S って下げないといけない。長さんたちの時もそれあったんですか。やっぱりいや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 、お前ら発音が悪いわ。それ A っすよね。あの失礼しますっていうことなの。そうなんですか。失礼します、失礼しますっていう言葉がお前短縮しすぎて S S って僕らの時 S だったんですよ。思いっきり S だったんですよ。いやいや、だから違うんだ、元は言語は失礼します。だからこうやって殴られる時もあるだろ。はい、殴られる時も失礼します。失礼します。手を汚させてすみません。そういうことだったんだ。すみませんって言って、その時に失礼しますってを早く言うから、チェッシュ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 ッバンバン殴られるから、そういうことで。それが S だった。そう S になっちゃったんです。じゃあ S は失礼しますの略だ。S なんて俺の時なかったもん。やられてるうちに、シュッ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 と俺は思うよ。いや、なんか自分でもそうやって聞こえたわけあるもん。あ、そうですか。シェッ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 シェ言ってんな、早く。シェッ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 、それが S、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 S ってなってるな。そうか。いや、僕らの時代だからそういう風に、ね、長さんたちとはちょっとまた違う、こう、あれが出てくるんですよね、だから多分。それが伝統か。伝統です。方言禁止はあった。あ、そう、うん、あ、俺方言禁止でつらかったな。僕って言わなきゃいけないさ、はいはい、俺田舎者だからさ、俺しか言ってなかった。俺それで毎日殴られたんだから僕なんか言えないですよ俺。バカバカバカ、俺がダメなんだ。3ヶ月ぐらいかかったよ僕って言えるんですか。マジで。でコンプレックスあったから子供の時から、はいはいはい、東京からさ転校してくるやつがさ、僕僕って言うの、はいはい、何が僕だけだよって思ってた。自分っていうのもダメだった。そうそうそう、はい、僕らはやっぱり高校の時自分って言ってたんで、あ、そう、自分はどうだって、はい、自分だったら言えるよ。そうですね、うん、自分はとかさ、僕だけは本当に言えるさ、普通に使えるっていうのはなかなかな、はい、言えるもんじゃないんだよね。ちなみに、まあ、寮生活だったと思うんですけども、やはり寮生活の中でも先輩後輩のルールとかもあったんですか。下級生が通っちゃいけないとかっていうのはありました、僕らの時。それを行けばもうほんと時間すごい短縮するのに、一回こう上上がってぐるーっと回ってからこっちに行かないといけないんで、だそこに物があるとしても上に行ってまたどのぐらい取ってまたこっち行って来ないといけないんで。なんでそんなルール。いや、そんなのがありましたね、そういうルールは。
なんか理不尽な。バカなルールだね。俺だったらすぐ帰ってたけど。4年生は神様みたいな感じなんですね。うんはい、神様と言葉交わすわけにいかないじゃない。うん、ああ、なるほど。神様、人間、平民、奴隷だよ。1年生、1年生が奴隷だよ。もうどんなことでもやんなきゃいけないっていうね。で、3年生になりたくてさ、はい、2年じゃまだダメなんだよ。平民だから。で人間に会えちゃうんだよ。でも4年になると神様になるんだよ。で1年1年の差っていうのはね、もうすごいギャップあったよな。長瀬たちも進級式とかああいうのあったんですか？式はない。1年生から2年生にあるのが対面式。掃除 の、 あのやり方とか、剥ぎます、拭きます、剥ぎます。はい、あのそう小物があったら取ります。そうそう。そういうね、なんかね、言葉を覚えなくちゃいけないですよ。拭きます、剥ぎます、拭きます。1日3回以上やります。小物があったら取ります。S とか、そういうね、なんか言葉を覚えなくちゃいけない。そうですよ。そう、それで、そういうのをこう言えるようになったら、2年生に上がれる、その式があるんですよ、俺らの。1年生から2年になる時の吐きます、拭きます、磨きますとか、いう、それはね、あったな。ありましたよ。今思い出した。はい、したお風呂掃除の仕方とか、そうなんか部屋の入り方とか、はい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 。それは中田さんたちが作ったんじゃないんですか？僕そう思ってるんですけど。バカ。これはね、そういうの大っ嫌いだから、基本的には。でもそれはね、本当あったな。あ、伝統かもしれない。あ、それは本当に伝統かな。はいはい、かもしれないですね。何かあるかって言ったら。中瀬さんの時代は、後輩である石毛さんの家は同部屋だったとお聞きしたんですけども、うん。俺のうんこついたパンツ洗ってたよ。今でもね、ラーメン作ってこいって言ったらさ、なんかしょんべん入れてたらしいよ。ろくな後輩じゃない。俺の部屋を本当は4年の1年で、あいつの彼女も知ってたしさ。あ、そうなんですか。奈良さんと石毛さんじゃ仲良かったんですか？その時いや、良かったんですか、やっぱり。いや、今でもいいよ。あれ、まあ、本当そうですか。そうだ、まあ、その当時からやっぱり可愛がってた後輩だったんですか？そうだな。あ、やっぱりあの田舎者だったし、お互いに田舎者で可愛らしさがあったよな、あいつは。朝からレコードをかけて歌を熱唱してたのなんかちょっと逸話が話してた。それ本当なんですか？いや、実はですよ。その当時からだった。今あの兄貴が駆け落ちするぐらい愛してる姉さんがいて、はいはいはい、その姉さんと一緒になって戸塚で、はい、書体を持った時に初めて贅沢なものを買ったのはステレオだったの。そのステレオを俺が赤茂に入った時にプレゼントしてくれたわけ。もう優勝ある。うん、これ兄貴の人生の一つのな宝物を俺もらったわけですよ。うん、それにあのクールファイブとかさ、うん、中畑清とクールファイブ。演歌じゃなかった。演歌ですそれ。演歌ですかそれ。それクールファイブって演歌だから。それをかけながらグラウンドに聞かせてあげて、はい、でガンガン聞かせてあげて朝からで俺は窓からバーンと開いて赤プラでそれを歌ってあげるっていうそしたらさマネージャーが電話かかってきて中田さん監督さんから電話ですなんかめちゃくちゃ朝からうるさいって緊張から目がかかってるっていう電話入ってますよ監督が怒ってますけど何言ってんだよバカ野郎俺の歌を生で聴けるってどれだけ幸せなことだ分かってんのかって金払えって言ってねえで、単価切ったのがね、あったよ、それそういう思い出がね駒台のグランドって住宅街にね、あるんです、長屋の、うん、だから、結構迷惑ですよ、あれ結構、朝からは迷惑です、あれでも、俺の中で駒台の伝統って言ったら、やっぱり大田誠なんだよね監督さんのうん、それが本当の中に残ってる伝統かなと思うんだよねで、一番驚いたのは、阪急で井戸田さんというのが24番の一つ上の先輩がいて、ホームインする、はい、その時にキャッチャーのタッチをかいくぐって、ダイビングしながら半回転して、ベースタッチして、すり抜けるっていうさ、はい、それが旅走塁みたいな評価を受けてたんだよ。はい、こんなことが、と思っちゃってさ、そんなのさ、大田野球の中で今、毎日やってて、まあ、そう、その走塁だけで2時間、3時間、ぶっ通しでみんなでやってたの。それを見て大騒ぎしてるプロが、プロってこのレベルなのって思った瞬間があったんだよな、俺。その時のね、野球の質というのが、俺たちすげえ野球の質の高いところで
やってきたんだなっていうね、なんか半分喜びみたいなさ、駒澤のレベルってやっぱりちょっと違うなっていうね、ヒット1本で勝つっていうよう な, なんかそんな野球ですよね、うんうん、そうだな、まあ、2アウト1・3塁で自走で1塁ランナーが離投させて、うんうん、3塁ランナーがその間にはもうホームインしてるという、うん、この練習もものすごい練習したの、うん、その演技とかさ、倒れる演技とかさ、うん、俺それうまいんだ実際一発で成功したのは俺だから、あ、そうなんですか、うん、長澤たちの時あれ素手でノックやってましたよ、うん、やってる俺なんかもう典型的な、そうだよ、あ、そうですか、やっぱり俺の時に始まったんじゃない、あ、そうなんですか、素手でノックってどういうこと、素手で普通の、もうシートノックをするの、うん、でそれでダブルプレーとかもやるの、いや、重くの方だけじゃないよ、相手とは気を使って放るけど、はい、でもそのボールの勢いを殺す取り方とかさ、うん、それでジャックルしないでプレーできるかどうかっていうね、そういうのは当たり前のやつだよね、やっぱあれ違うんですか、変わるんですか、なんでやっぱり変わる取り方とか、ね、だから素手っていうのはここに目がついてるっていう感覚になるまでそういうふうな対応能力っていうのかな、うん、それを身につけさせるっていう、はいはい、やっぱ体で覚えさせるっていうのはそれが一番大事なことなんだよ、うん、怪我のしやすい環境だけども、うん、それにカバーできるだけの能力がついたら鬼に金棒ですよ、うん、これね、一つ長さん、僕らの世代で長さんの伝説を僕らの勝手に思ってたのがあるんですけど長さん指ちょっとこうやって曲がってるじゃないですか、はい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 、だからあの指曲がってるのが、うん、実は駒台で素手でノックやってたから、うん、で当たって曲がったんじゃないかっていう話を僕らの時してましたよ、これは高校時代違うんだ高校取りに行った時にボールでついたんだからなんだこれなんだこれって思いながらさ、でギブスして整骨院行ってギブスしたけど、もう試合が近づいてたんでそのギブス外してプレーしちゃったらそのまま勝った、まあ、そうそうそう、これは高校時代です、これも素手で取ったところに入るかもしれない先ほどお話しいただいた通り駒澤大学といえば、まあ、太田監督の存在も非常に有名だと思うんですけども、うん、まあ、ちなみにあの佐野石さんも実際に太田監督にこういろいろご指導されて、うん、いろんな逸話というか、いや、めちゃくちゃありましたよ。だから自然と、うん、あの話してこいって、これね、何回も言ってんだけど、うん、いろんなところに自然と話してこいって言われたんですよ、うん、何を話すのかなって、うん、でもとにかくお前、聞きと話し、うん、話してないですよって言われて聞きと話すのかと思って、バーッと聞きと話してはじめまして、高橋さんですって話しかけなんですよ、それは話しかけてくることはないだろうなと思ってはじめましたーっつって、また行って、で、ミーティングまた始まって高橋、お前なんて、キーがなんて話してたって、いや、よくやってるぞって言ってましたみたいな話をしたらバカ野郎、そんなこと言ってるわけないだろ、もう一回言ってこないって言われてでもそういう教育指導法っていうのを一人じゃ生きていけないんだから、うん、だから相手の立場をこう理解できる人間になれようと、うん、気だって生きてんだから、うんうん、どうやって生きてんだろう、どうやってこうなってるんだろうっていうね、それをちゃんと聞いてきなさいっていうことを話し、深いですね。深いですね。そこまで全然なんか、うん、考えずに僕は言ってました。面白おかしくこれは言えるなって思ってネタとして。あとだからもう本当ね、それこそ大沢監督に呼ばれて、うん、監督室に呼ばれて、うん、3回で結構ボコボコに打たれたんですよ。うん、で、よく来いって言われて、でその時ちょうど東芝のが決まってて、うん、東芝の武志監督が来てて、うん、で、大沢さんとその武志さんが2人でいて、うん、監督室に。でバーって言って、お前バカ野郎チンチン出してみろって言われてズボン脱げやつ、ズボン脱がされで、うん、まあそこの毛をですねピュッと切られて本当にピュッと切られてでティッシュにこう包んで神棚にや飾ったんでお前も手合わせろってポンポンって手合わせてそしたらその次の試合で一度で完封したんですよ、まあ、これすげえなーと思って僕はご利益あんなご利益あんのかなと思ってだから多分まだあの駒内の監督室の神棚にまだもしかしたら奥の方に僕の賃金あるかもしれない30年以上経ってる今でも確認しに行く今は親父の好きな言葉、はい、救援道って書くんだよ、救援道、うん、弾と縁がある道って、うん、太田野球の最後にこう築き上げた言葉、うんうん、人っていうのはやっぱり縁があって結んでいってくれる、野球はそういう力を持ってるんだよって教えてくれる最後の、うんうん、まとめの言葉かなというね、うん、救援道って言ったんだけど、俺はもう今でも育って大田野球を追っかけてる、うん、
ってるとこあるしね。うん、まあ、大時代がやっぱり人生においてもすごく生きてるというところですかね、本当にもう。そうね、いやもう本当、人生の中であそこの4年間はめちゃくちゃ大きい。大きいな、ね、はい、育てていただいたっていうね、はい、すごい。人として成長できたと思うし、うん、やっぱり野球に対する考え方かな。奥深いなっていうのも、はい、教わったしね。高瀬、でも今、もし、駒大の監督やってくれって言ったらどうします？無理。俺ね、熱中世間なかなかできないでも OB 会長とかやられてるじゃないですか、今、駒大もそうですし、うん、まあ、ジャイアンツもそうですけど。で、なきゃできないことってやっぱあると思うんだ。うん、それで、みんなが納得してくれてるところがあれば、野球界に対しての恩返しの一つになるんじゃないかなと思って、頑張ってるところはある。うん、それしかできないっていう、ね、軸もあるのよ、今のところはな。そうですね。うん。それがないとできないよ。確かに長さんじゃないとできないなジャイアンツの方のね、OB 幹事会とかも参加させてもらってると、やっぱ長さんのこうパッと一言がね、そのままスーッと通ったりとか、こうやっぱ若い人たちの考えもこうすごく受け入れてくれるから、僕らはやっぱりこうね、言いやすいし、長さんがこう振ってくれて、あ、吉田どう思うんだよとか、ね、吉野とかもいるし、ね、若い人たちもいるんだよ、吉野どう思うんだとかいうのをこうすごく振ってくれて、うまくこうなんか周りが見えるっていうか、周りを見ながらやってくれるなっていうのはあるんでね、嬉しいですよね。おー、ありがとうな。なんか俺のいいとこ言ってくれてんだ。俺もそう思ってんだ。いや、言い過ぎたかな。言い過ぎたから。まあ自分のチャンネルだから一応先輩立てておかないといけないっていうところもあるから。立てすぎたな。やっぱ右バッターの柔らかくて対応能力があって器用さがあって幅広く打ち続けたっていうね。あれ打たなくていいの？あ、打たれますか？本当。いや、いいですか？いいですか？いいです。高津さんが認めたすごいと思った巨人の右打者たちというところなんですけども、やっぱ右バッターは長嶋さんでしょう。これ柔らかくて対応能力があって器用さがあって幅広く打ち続けたっていうね、かっこよかったよね。何やってもね、長打力もあった中距離バッターでもあるレベル3割を打てるバッターであるっていうね、プロ野球選手としてファンの期待に応えてきたっていうね、その存在感は抜けてんじゃない。中津さんが同時期に同時期プレーされている中で、うん、中津さんもやっぱすごいなと思った右出したのもいらっしゃいましたか。俺じゃない。いや、それはね、それは最後の日本シリーズでホームランをね引退しますって言ったのに。ホームランは、ホームランは171本か。オープン戦入れたら300本くらい。それオープン戦入れたら2000本打ってるかもしれない。目立ちたがり屋の典型的な結果を出してきてるのは長嶋茂雄なんだよ。俺たちはやっぱりそこでもう一つ推しが少ないっていうかさ、うん、数は打ってるけど、たったでも長くやればさ、うん、数とか出てくるけど、認証度だよな。まあ、やっぱり、長嶋さんの存在っていうのはずぶっち抜けてたなと思うな。今で言ったら、まあ、坂本勇人とか特に今年はあのマイナス思考に入っちゃったから、ね、ただショートというポジションでやり続けたっていうことがすごい評価していいと思うな。坂本勇人という一人のプレイヤーで一番厳しいところだよな、俺から見ると。二遊間というのは厳しいし、特にショートっていうのはあの肩の強さっていうのもすごく大事なんで、これを維持してるっていうのはすごいよな。そういう意味では、打ってるっていうよりは守り続けてるっていう方が評価していいのかなと思うけどね。あ、これは彼女なんだよな、ごめんな。はっきり言っちゃうんだろ。もうお話を漏れさせていただきました。うん、例えばです、ね、まあ、同時期にと、まあ、原辰徳さんなどの中田さん同時期にプレーされたと思うんですけども、うん、いかがでしたか？いやいや、辰は俺らのライバルだから、真のライバルだと思ってるしね。相手は持ってないけど。同じかぶりっていうのかな、サードというポジションもあって、常に意識させてくれた存在感のある男だけど。でバットマンとして数字は残してるけどな、言えるんであれば、勝ってんだと思うのは率なんだよな。だそこはね、結構、うん、誇れるところっていうかさ。長さはこう、まあ、実際に右バッターとして、うん、技術的な部分でこう一番大事した部分っていうのは簡単にアウトにならないバッター、バッティング。これが大事にした部分かな。本当最初、簡単に三振取られやすいバッターだったっていうね。たまにの、自分で崩れないバッティングフォームを身につけて、作り上げてバットマンとして最高の形を自分自身の中で作り上げるってことはバッターの命だから、それを掴む時のコツっていうのかな、それがね、ツーストライクバッティングなんだよ。
ツーストライク後のバッティングのあり方っていうかさ、欲を捨てるってことだよね。よく言うよ。お後がよろしいですか。でもそれになった時に初めて、アウトになりにくいバッターの姿に変わっていく。それは成長の証だよね。まさしくでも大田野球ですね、うん、もう簡単にアウトにならないっていう、そうそう、うん、ここはこうライバル心がやっぱりあったんですね。ずっとあるよ、今でもあるよ。あ、うん、やっぱりそれは同じ環境にいて、うん、同じポジションで、それも監督というね、うん、役割の中でも4年間戦ってきて、その中で、負け続けて1回勝ったっていうね。で、勝ったんだよ、3年目に、うんうんうん、巨人戦勝ち越すことができたんだ、うんうんうん、そうですね、優勝するより嬉しかった。俺の中ではね、そう、僕もなんか、久保木も長さの久保木もが、やっぱり、うん、ジャイアンツに勝ちたいから力貸せっていうのは、うん、久保木もが、まあ、デビューは巨人戦って決めてたから、はい、あ、最高の舞台を整えたのにな。しかも結果も最高の結果をさ、見せつけることができた内容だったんだよな、はい、あのピッチャー交代ももうちょっと早く行く。でもあれだからいいんじゃないかな、まあ、まあそうですね、はな、はいはい、うん、かっこよく終わっちゃいけない、はい、泥臭くですね。そう、実際久野さんも本当、まあ、当時、まあ、幼少期とかに中野さんのこうバッティングとかも本当、うん、テレビとかで見てた世代ですか、うんうん、そうですね。だからやっぱ長野さんと、まあね、まあ、川原監督、まあ、篠塚さんとか、うん、クロマーティー、うん、ね、この辺がやっぱり僕らは見てて、めちゃくちゃやっぱりジャイアンツ憧れたんですよね。下町出身で東京で、親父も袋もね、ジャイアンツファンで、母さんとまず大学同じになった時に、うわ、中畑清と同じだよ。めちゃくちゃ興奮するわけですよ。ね、キャンプとか長さんが来た時に、うわ、中畑清じゃん、なんて、俺の中ではもうテレビの中の人なんで、やっぱりこうやってね、すごくこう話してもらってとか、こういうふうにね、近い存在になると、やっぱり長さんのね、面白さだったり、すごいこう人間性だっていうのが分かるんで、長さんのファンだって僕は言ってた、駒大の先輩だったから、はい、でも実は僕ね、篠塚さんのファンだった。なんちゃってみたいな、バカ野郎。でも篠のファンって多いよな。いやそうですね、女性もそうなんだけど、ああ、ここなんかやり方いやらしいんだよ。女子の方だよ。俺の山氏ぐらいだよ。はっきり言って、はい、キャラクター軍団だったから、ノーラに、うん、キャッチャー山倉、はい、オワスト俺、はい、セカンド篠塚、ショート河野、はい、サード原、山手井が出てたから、はい、それで松本がレフト行ったり、ライト行ったり、そうそう、山本浩二さんが入って、だから一人一人でお客さんを呼べたというキャラクター軍団、これぞプロなんだよ。だから今はそれがない。だって出てこないじゃん。はい、そうですね。もう、レギュラークラスの名前がポン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 ってさ、急に揃えるかつは揃わないじゃん。うん。それがちょっと今、ジャイアンツの低迷してる一番の原因かな。だから、たっちゃん頑張れよ。いくら買ってもお客さん呼んでくれ。それをアンチ巨人っていう、本当のアンチ巨人を作ってくれ。それが俺の今の願いだな。これね、またこれ長さいつもこうわーって楽しくおかしくやってるだけじゃなくてね、はい、厳しさもあるんですよ。どっちかってそっちらしいんだよね、思考前から見ると。それはみんなが感じてることかなっていう感じはするけどね。自分の経験も踏まえ、どういう人生が一番幸せなのかって言ったら、やっぱりみんなが本当に心の中から声援してもらえる選手じゃなきゃ、プロはそれだけだと意味ないんだよ。愛よ、うん、愛よ、もう一度歌い出すね。メロディが出てこなかったな。あれはもう一度のメロディが出てこなかった。なかった気がして。こんな68歳いないよ。よく言われる。ということでですね、いい話がね、かなり聞けたと思いますし、なんか常に尊敬してる先輩なんで、ぜひね、皆さんこれの話が良かったと思ったら、チャンネル登録とコメント、グッドボタンですね、お願いします。あれ、歌わなくていいの？あ、歌いますか？いや、いいですか？いいですか？いいですか？結婚式によく歌最近、はい、うん、歌ってんだよ。これは短いから、はい、聞きやすいと思うよ。どうですか、皆さん？ぜひ皆さんから拍手を持って。はい、よ。はい、それでは参ります。幸せになろうよ。はい、出会った頃の二人にもう一度戻ってみよう。そしてみんなで手をつない、
幸せになろうよ。イエーイ。なんか本当福山雅治じゃなくて完全に中畑清さん。演歌調で演歌調で。長見さんだから。長見さんか。ありがとうございました。ありがとうございました。